赤星のリードの入ってねえんだよ。首位のカープ、うん、まあカープもでもいいチーム状態ではあると思うんですけど、ジャイアンツに負け越してきてるんでね。だからやっぱこの今の空気感を変えれるのはやっぱりそのもう本当にチームとしてね、まあ変なしこの五分になった時っていうのは今まで歯止めをこう効かしてなんとかこう切らないように やってきてるわけですから、やっぱりねコミュニケーションってすごく大事だなとは思うので、そこでなんとか乗り切ってほしいなっていう中で、ちょっとだけどやっぱりまあ中継ぎが打たれて負けたっていうのはタイガースにとってはすごく大きな重要要素、5対1で勝ってて一番盤石な一番強みで負けたっていうのは多分タイガースにとってすごく大きいと思うんですけど、まあちょっと兆しというかね、打つ方でね、うん、うん、やっぱり佐藤選手の状態がちょっと上がってきてるっていうのと、大山くんもちょっとね、まあ、戻ってきてから、まあ、戻ってからなんか打ってるよね、うん、いいし、うん、で前川くんはね、うん、もうずっと常に、ね、言うとったよりね、前川使って言うとったよ、もう常に今いい状態でいるんで、まあただ問題は近本くんよ、うん、どうした、うん、こんなことないでしょ、なあ、うん、どうしたやろね、どうしたやろね、今まで多分プロ入ってきて初めてちゃう、こんな、うん、まあ調子が悪い時ってありましたけど、うん、っていうかでもこんなに打てない近本選手、うん、だってついに2割4分台まで来てるでしょ、打率、うん、いいよな、でしょ、うん、いやちょっと心配だよね、うん、うん、だって6タコ5タコやもん、うん、6タコってなかなかないからね、なるな、だってフォアボールも1個も選べてないってことじゃんか、6タコってことは、うん、この近本くんが6タコってさ、本人も精神的にへこむわな、6タコやないやしたな、だからでね、やっぱ今あの京平さんも言ってるけど4番打たせたのが悪いんじゃないですかってありますけど、僕は全く関係ないと思いますけどね、だって4番でバッティングを変える人間じゃないですから、うん、うん、僕は正直だから打順を変えたからっていうのはあまり関係ないと思ってて、ただ正直4番とか打ってた時でもそこまで良くなかったからね、うん、状態は確かにね、あの他の人たちが悪すぎるから、まあその中でもまあいい方でもうあの監督も多分点を取るにはっていうところでしただけの話だと思うので、多分その他の人がね、多分近本くんじゃないバッターが例えばじゃあ調子良くて日頃全く4番打たないのに4番打つってなった場合に、多分ちょっとこう意識が変わってしまったりとかして、こうなんて言うんだろう、バッティングが変わってしまったりとかするケースってあると思うんですけど、もともと近本くんって社会人時代のクリーンアップ打ってたからね、うん、だから別にそのクリーンアップを打つことが特別だと思ってるタイプじゃないから、どっちかと言ったら、だから僕はあんまりそこに関しては関係ないと思うんですけど、例えば僕みたいなやつが4番打ったらおかしくなりますよ、ちょっと大きいの狙ったのかなとかなんかアホみたいに考えちゃうんだよね、だからそれは変わるかもしれないですけど、うん、だからまあそういう意味で言うと、どっちかと言ったら昨日近本くんを復帰させて島田くんを3番にしたでしょ、うん、調子いいからって、そっちの方がダメになるよ、うん、島田くんは3番をとか打つタイプじゃないから、まあ、そうやろな、で昨日あの女打てんかったでしょ3番入って、あれは多分3番だからよ、ちょっと意識した、ね、してると思うよ、間違いなく、であとやっぱりその調子いいからなんとかアピールしなきゃっていうんで、近本くんもスタメンに戻ってきてってなった時に、もう今日とか結果出なかったらまた外されるっていうのがあるから、うん、多分その気負いの中に3番っていうのが2つ重なってね、うん、結果出なくて、まあ、結果的に変わって森下くんが出てきて森下くん打ちましたから、うん、まあ、あの辺で打つ森下もまあまあ、やっぱりね、なかなかのもんだなとは思いますけど、だからそういう意味で言うと、まあだから打線がちょっとずつ上向きつつある中で、やっぱ近本中野っていうこの1、2番が機能しないと、タイガースはやっぱり、うん、なんやかんや言ってこのチームって近本中野やからね。うん、大山佐藤っていうこう、中軸のね、メンバーいるんだけど、近本中野、まあだから相手に、相手のチームの一緒にいろんなことを聞いても、もう絶対に言うのは、もうとにかく近本中野で相手チームはみんな言うわけですよ。だから大山佐藤もいいバッターかもしれないけど、いやもう彼らを打ち取ることは可能だと。だけど近本中野はもうとにかくランナーにも出したらややこしいし、この二人が調子いいと、やっぱチームが乗る。特にやっぱ近本くんがやっぱ打ってる時ってチームがやっぱ乗るわけですよ。
だからもう相手もこの2人をどう抑えるかっていうのがもう根本的なところにあるから、だからやっぱこの2人がなんとか状態を上げてきてもらわないと、まあ今だからね、全員が悪かった時とか、近本選手だけ良かった時とかっていろいろあったけど、今ちょっと中軸ら辺が調子がいいから、1、2番がね、調子悪くてもなんとかこう点が取れるような感じにはなってきてるんでね。まあ全部が噛み合うことってのはなかなかないと思いますけど、まあでも本当に、この近本、中野がなんとか、2人とも240台打率。2割4分台って2人とも。うん、中野くんもそうだよな。まあまあ、最近まだ。ねえ、長く。だって、一時もっと悪かったからね。そう。うん。あ、今、大体、ちょっとずつだけどヒット出始めてるし。もうでしょうか。うん。だからまあ、この二人が、まあ、なんとかこの一週間、とりあえずオールスターまでの間に、なんとかいい状態になって、せっかくした二人が、後ろ二人がね、良くなってるんで、っていうところかな。まあそこが必要かなと思う。もうとにかくピッチャーは今までずっと頑張ってきてるから、まあ昨日の負けっていうのはある意味その、ね、仕方ないかなって部分はある中で、まあでもやっぱり、うん、中でやっぱ 5-1 のゲームをひっくり返されて負けるっていうのはね、やっぱちょっと痛いなっていうのは正直あったので、まあ今そういう時だからこそなんとかね、もう監督の言葉も含め、首脳陣もコーチもね、足の陣も選手も含め、もう一回ちょっとね、火曜日から明日からの試合で、なんとかちょっと立て直してもらいたいな、まあ、ちょっと雨が心配ではあるんですけど、立て直してもらえたらななんては思ってますけどね。パ・リーグはもう完全にソフトバンクがね、うん、っていうか、近藤選手っていうのは何なの、化け物なのかね、あれは。すごいね。何なの、この投高打低って言われてる中でさ、3割5分5厘だよ。やっぱ打つ人は打つんじゃない、やっぱり。なんだかんだ言ってさ。確かに。ちょっと今、日本ハムもね、ちょっと。調子うん、5割。さっき、八木さんと電話しよう。おう、八木コーチ。うん、八木コーチ。はい。あの、ちょっと、オフの野球教室ね。関係ないやつ。の話もちょっと。で、で休みやろうって。そう。で、どうだった？いやー、もう今、ギリギリやぞ、言うて。何か？もう状態がさ落ちてきて、うん、もう前半頑張りすぎて、うん、でも今ピッチャーがもうおらんようになってもうて、うん、結局言うてはったのはみんな選手が23やねんてね、中心が、うん、年齢がね、年齢が、うん、でその軸になるそのリーダー的なのがおらへん、うん、だからええ時はええけどもうあかんようになってきたらもうそれ止められへんらしい、チームの中で。で、そこが今、正念場やねんって言うたとか。うん。で、今、ちょうどあの子がいないんだよね、一軍に。帝京高校の、首位打者取ったことある。松本君が。松本君が29かなんか言うたんだ。そうそうそう。で、松本君が今、一軍にいないのよ。ああ、そう。怪我かなんかでね。あ、もうだいぶ、もうちょっとしたら戻ってくるみたいな感じだったけど。松本が、そう、今、唯一、それをしてくれとったんやけど、うん、みたいな、うん。そう。だからやっぱ松本君が、やっぱり年齢的にはね、あのチームの中で、一番最年長っぽいというか、2野手の中では。だから彼がやっぱり今、一軍にいないっていうのは、そのチームを統括する上でも、ちょっと大変なのかなとは思うんで、まあだから去年みたいに万波君とかがずっとね、調子よくて打ってればね、チームもこう乗っていけるんでしょうけど。万波君もだから23。まだ若いからね。で、タミヤも若いでしょ。そう。もうみんな23やねん、言うて、うん、だから、そう考えると若い選手が多いんでね、まあ、これからのチームっていう意味でね、そう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 、今楽しみではあるんですけど。すごいですね、言うて。いや、今ほんま態度気やぞ、言うて言うた。うん。とにかくやっぱりチームは中心、その軸になる、その、キャプテンがやっぱ言うぞ、言うて言うたったな。まあだから、まあ結果的に言うとさ、うん、まあ、まあ今見ててもそうなんですけど、まあタイガースもさ、どちらかと言ったらちょっとそういう選手いないよね。うん。特に野手。近本君もどっちかって言ったらそういうタイプじゃないじゃん。で、中野君は今年から選手会長になってるんだけど、なんかこう、チームを鼓舞するっていう感じのタイプじゃないし、まあ、大山君もどちらかって言ったら姿でね、一生懸命やる姿で見せるタイプやし、こうなんか俺がなんかチームをみたいな感じのタイプが、タイガースもね、ちょっと、まあ、全体的にそういうチームだったら去年はいい意味でね、良かったのかもしれないですけど、やっぱそういうのってこういうふうに苦しくなってきた時っていうのは必要なのかもしれないし、まあカープがなんでいいかって言ったら、まあ監督がね、どちらかと言ったらそういうタイプだから。いや、まあそうか。うん。
そうやな。鼓舞さ、鼓舞でき、鼓舞、チームを鼓舞することができるタイプ。うん。だから、まあ、荒井監督のやっぱり力量って、その、監督としてのその、の選手起用とかの能力ももちろん、長けてるのかもしれないし、藤井コーチの、藤井ヘッドのね、存在もすごい大きいと思うんですけど、やっぱりなんかその、厳しいコメントってたまにするけど、ほぼほぼなんか選手をかばうじゃん。うん。だから、やっぱそれって今の中で、今やってる特に若い子たちからしたら、やっぱ攻めるよりは、こう、後ろからこう、プッシュしてくれる人とかの方がいい場合もね、あったりすると思うんで、今のカープの選手たちなんかみんななんかね、そういうふうにチームでこうなんとかみたいな感じがすごくあるから、まあ、去年阪神はそういうふうにができてたんだけどね。今日僕さっき新神戸までグッチの教えとった、広島にな、うんうん、で今8試合出てないかな、うん、すごい調子いいんやって、うん、だからもうなんかチャンスあったらな、グッチが出たらなんか今すごいいい感じなんですよねみたいなこと言うとった。まあでもなかなかね、もう代打でしか今の状況だとね、ないもんね。代打でも出えんやろ。そう。なかなか、ね、延長中なんかでも出んかったもんな。また野口君っていうね、ちょっとまた先に使いたくなるような右バッターがね出てきちゃったから。そうそうそう、本人はすごい状態言うとった。うん。この間外野の練習もしてたでしょ。ああそう。ついに。去年はやらんでいい言われたらしいじゃんか。ああ。でもこの間受けてたよね、ノックね、外野で、神宮。ああ、そう。うん。お、外野、ついに外野練習していいって言われたんやと思ってさ、去年やらんでいい言われてた。そうそう。グッチに聞いたら、宮古さんつって、外野のノック受けていいですかって言ったら、監督やらんでいいって言われました、言うて。ジュストで一生懸命やっとった。そうそう。だから、あ、今年はちょっと解禁されてんだなと思いながら、あ、よかったよかったと思って。いやね、チャンスがあったらな、思うて。まあでも難しいよね、だから本当にそういう状態がいいときになかなかチャンスもらえないとさ、それも発揮できないし、ちょっとそう落ちてきたときに、結果的に2試合連続でそういうチャンスが回ってきちゃったとかさ、そういうのあるから、あるよね、特にやっぱりその、スタメンで出てない人たちっていうのは、そのね、その時にいかにこう、打席が回ってくるかっていうところ、重要になってくるんで。まあでもね、とにかくやっぱり、まだ5割なんでね。まあそう。うん。まだ、やっと半分いったぐらいですから、ちょっとね、温かい目でね、多分阪神ファンの方は多分温かい目で見ているとは思うんですけど、まあ僕らもね、本当に、まだまだ長いシーズン、何があるかわかんないし。だから団子やもんな、だってな。うん。まあだから、抜けてないからさ。そうそう。うん。オールスターまでに、だから、まあ正直カープとの差をね、まあこの3連戦である程度、まあ2勝1敗勝ち越せれば、そんな差もつかないだろうし、まあ、そういう形でね、後半に入っていければいいと思うんで、まあ、とにかくあと、オールスターまでの期間、ちょっとなんとかね、もう一踏ん張りしてほしいなと、ここ、今、我慢のしどころだと思うし、ずるっといかんようにな。うん、だからこそ、その、さっき言ったように、こう分岐点になる可能性がある試合をしてしまったので、それがね、もう、いい方に、この結局、あれをしたことで、みんながこう、なんていうのかな、もう一回、監督含めね、みんながちょっと変われた一試合になれたと、うん。で、カープ、その後、カープの3連戦で、あの3連戦が大きかったよねって、うん、ずるずる行きそうなところ、あのカープの3連戦で、3立てできたとか、勝ち越せたから、結果、また優勝につながったよね、みたいな3連戦にしてほしいよね。だから水ささんでほしいのよ、雨で。でも明日多分、明日は、多分できるでしょ。広島の方はどうなん？いや、だって多分関西はわかんないけど、広島の方は多分、まあそう、怪しいか。再起やで、だって。再起やで。勝てる可能性あるんだから、明日は。うん、ちょっとやってほしいなと思います。今日の放送は、バイトするならエントリーさんの提供でお送りしました。